やばい、もう時間がない。はい、どうも、よしきんです。本日紹介するのはこちら、日本きっかけデパートさんの、ソフビくじね。これね、なんでこんだけね急いでるかというと、今日発売開始なんですよ。で、今撮影して編集して間に合うかなっていう、もうギリギリの戦いですよ、もうこれもね。で、お値段がね、今回ね1万円なんですけど、前回と一緒で、で、今回のくじも、これ必然ソフビくじ、前回ねあったでしょ、1万円で必ず猪苗代か不動太金庫が入ってるっていうくじね、あれのソフビバージョンですね。あの、前回ね、俺それ買った開封動画ね、動画で出してるんで、もし気になる方はそれ見てくださいね。ただ、あの、今回ね、絶対あの動画見てる人ね言うと思うんですよ、ビデオカセット入ってないからね。ビデオカセット入ってないんでね、ほんと安心してください。必ずソフビですね。で、今回特別ね、もうね、中身軽く言いますよ。今回の1万円の必然ソフビくじは全部で5個あるんですけど、必ずツンドラ猪苗代が必ず1個、それプラス必ずもう1つ小さめのソフビ1つプラス VAG ソフビの500円のあのガチャね、それが5個入ってるね。だから、まあ500円の5個で2500円、猪苗代がだいたい4000円くらいでしょ。まあ、詳しい値段がね、ツンドラ猪苗代の定価っていうの多分公表されてへんかったからわかんないんですけど、俺も持ってないし、買えなかったからね。多分4000円くらいだと思う。ということは、それで6500円で小さめのソフビが入ってるか、まあ1万円前後。ね。これはもう確定なんで、確実にツンドラ猪苗代が欲しい人は、もうこれしかない。このくじしか。ただ、今回もう一つあるんですよ。もう一種類。ね。もう中身がね、1万円前後、ギャンブル性がないから、もっとギャンブル性のあるくじが引きたいっていう方にはあります。偶然ソフビくじ。偶然ソフビくじはこちら、15個あります。で、こちらは、ツンドラ猪苗代は確定ではないんですが、その分、当たり外れの振り幅がひどい。ね。まあ、例えばね、で言いますと、偶然大当たりっていうね、賞があるんですけど、それだと、ブルマーク、特大ツインテール1本、ね、特大ツインテールが1つと、ツンドラ猪苗代もついてるんだよ。ね、これがもし当たったら確実にもう、1万円以上の価値はありますよ。で、ツインテールってまあ、ウルタマの怪獣ですけど、特大って書いてあるけど、どれぐらい特大なのか気になるでしょ。で、俺もね、聞いて、いや、サイズ気になるでしょって。ね、大当たりだから、そのツインテールのサイズは聞きたいなーって言ってね、なんとか今回、まあ普通こういったくじの大当たりとかはね、見せないんですけど、今回はちょっと大きさだけでもっていうことで、なんとか無理を言うて、見せてもらったんですけど、ね、これ。石油のね、このタンクの横にあるこれ。ね。これは大きいよ。これは大きい。これと比較したらもう、いや、40、50センチはあるんじゃない？いや、もう相当でかいよ。で、ブルマークのツインテールでこれぐらいのサイズのやつでしょ？そしてこの、なんかね、袋とかタグはね、ちょっと古くなった、古いって言うてましたけど、ちょっと待って、でもこれ、復刻って書いてある？ブルマークの怪獣シリーズのツインテール。これね、復刻って書いてあるかな？ちょっと待って、大きくしよう。これね、復刻のブルマークのと普通のとあるんですよ。でもこれ復刻じゃないんかな？いや、俺もあんまり詳しくないけど、これ復刻版のやつでもね、1万円以上はするし、復刻じゃなかったら、もっとしたと思う。いや、これはすごくいいやつじゃなかろうか。状態がいい。俺、復刻版でも、これくらい状態がいいやつやったら、1万円は超えると思うな、軽く。
でかいもんな。いや、相当でかい。まあ、これいうのが入ってるってことですよ。ね。だから、偶然は大当たりがすごいの。ね。で、これ以外にも、これはまあ、大当たり。まあ、ちょっとした当たりだったら、メカイナワシロンとツンドライナワシロン。イナワシロンが2個入ってるやつもあると。ね。これが、1本。これ、数も言っちゃっていいかな。内緒ですよ。数もね、書いてあるから、もうこれ言っちゃいますけど、ね、この動画を見た人だけがもう本当にね、あれですけど、大当たりは1本。メカイナワシロンと、ツンドライナワシロン入ってるの1本。そして、ね、これ以外にもね、メカイナワシロンってね、俺一番今欲しいイナワシロンなんですけど、これがね、もうね、買えないんです。もうないから。ね。ね、メカイナワシロンと、ツンドライナワシロンが入ってるやつ。これはまあ多分、2つでしょうね。大きなのは入ってないけど、それでも、ね、1枚の価値はもう十分ある。っていうか、これ欲しい。他にも、ラメシルバー不動だキング。これいいですよね。ラメシルバーのやつ。プラス、ツンドラ猪苗代のセット。これ2本あります。それ、プラス、また別にあるんですけどね。大きめの大ソフビ、プラス、ツンドラ猪苗代。ね。これがセットになったやつ。これが当たっても、必然よりはいいよね。必然はだって小さいソフビと、ガチャが5個と、猪苗代でしょ。で、大ソフビプラス、ツンドラ猪苗代がついたやつ、セット。これがなんと数5本あります。っていうことはですよ。残ってんのが7本。7本は大きめのソフビが1個しか入ってへんけど、これね、比率がもうこれで分かっちゃったんですよね。今までだったら、ソフビくじとか 13,500 円のとか、猪苗代とかどんだけ入ってんのと思ったけど、これもう、計算したらですよ。だって15個でしょ。15個しか必然ソフビくじじゃなくて、大ソフビ。ね。まあ一番解消って言ったらあれですけど、これが7本っていうことは、残り8本は、猪苗代絶対入ってんだよ。ツンドラ猪苗代が。ということは 50% 以上、ね。50% 以上の各地、確率で、ツンドラ、猪苗代が当たってると。はい、ずっと。っていうことですね、これ。いやーもう今回やばいわ。ね、もう今回やばいっす。ね、今回はやばいよ。これ。だから、確定のやつ、どうしてもツンドラ、猪苗代欲しい人は5個の必然を選んで、それプラス、また別のギャンブル性があるやつを選びたい人は、偶然をお選びください。ね。いや、俺もね、これ本当絶対欲しいんですけどね。今月は、もう貯金というか銀行にお金がないからね。来月、いや、もうちょっとね、来月後半ぐらいになっても残ってたら絶対欲しいんですけどね。本当に。いや、でも、でっかいツインテールやばいな。あれは欲しいわ。ね。当たった人も、教えて。見たい、見たい、どろ、見たいね。ね、中に何が入ってるかも。でもね、残りの7本のね、大きな大ソフビも、何か、これに関しては何か全くわからないけど、気になりますよね。だから欲しい人はね、ぜひ今回のくじ、ご購入ください。ね。今日発売ですから。今日発売で、ね。時間がわからないんで、時間がわからないっていうか、この俺の今撮影してる動画がいつ完成するかわかんない。なぜなら寝てないから。ね、今から寝て夕方から作って公開しますから。できれば、そうですね、販売が開始される前には公開したいんですけど。ね。で、もし販売開始されてたら、もうすぐにリンク貼りますから。ね。急いで買ってください。ね。はい、ということで、以上。よしきんでした。バイバーイ。オタクのエイヤ、チャンネル登録よろしくね。